年前の中華街告発で映画監督やっと逮捕、有罪やりか。ヒライヤ、2年前に複数の女優に中華街疑惑を報じられた映画監督であり俳優の榊秀夫50ちゃんちゃいが女優を目指していた当時20代の女性に性的暴行をしたとして準強姦容疑で20日に逮捕された。しかもこやつ偽名でこそこそ活動再開しようと目論んでて、それも失敗して、まあこすいのよ。警視庁の発表では2016年5月23日22時から23時頃東京都港区内のマンションの一室で演技指導の名目で女優志望の当時20代の女性に猥褻な行為をした疑いが持たれているという。なんかね、劇団員ってね、演技指導でワークショップってのを開催してて、それでこいつから食事に誘って二人っきりで食事後にもう少し演技のことを話そうなどと言って女性をマンションに連れて行き、映画に出る時に裸にならないといけないこともある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 などと映画への出演を匂わせながら、あ、タトゥーがあったら大変だからお裸を確認したいなどとうべべを脱がせたという。大いに立場を利用してるよね。さらに他にも数人の女優志望の女性が2015年から2016年にこいつから性被害に遭ったとして被害届を提出して警視庁は受理しているという。警察も余罪の捜査を進めてるという。2年前に週刊誌で報じられてやっと逮捕ってことよ。その間どれだけこの女優の卵たちは屈辱に耐えたか。しかしこのヒゲ野郎は警視庁の取り調べに冤罪ですなどと容疑を否認。しかもこいつ、その当時の雑誌には A 子さん2013年ワークショップ終了後に食事に行きお酒を飲まされマンション駐車場で騒いでるクルチュジャと脅され性的暴行。 B 子さんは2017年飲み会で店を出て歩いていたところいきなり路地裏に連れ込まれ無理やり。 C 子さんは2015年に作品に出演が決定後ホテルでイングリー監督の要求を断ればキャスティングから外されると思ってしまった。この世界ではこういうこともあるのかと仕方なく要求に応じていました。とまあ彼女も同じく駐車場でされたという。さらに D 子さんも立場を利用するって何におるねん。てかどんだけ映画出たいんじゃ。こんなボケダスの映画出てもツイッターのフォロワー1000人も増えんぞ。自分で変な格好とかしてバズるバズる。腹立つわ。そんな訴えに当時こいつは A 子さんの脅迫行為を否定、 B 子さんとの行為は認めたが合意の上と主張。 C 子さんは向こうから近づいてきたなどと答えたというおのれで、さらにひどいのは当時こいつは不倫行為については妻にも謝罪し許してもらっておりますとか言ってたのに、その妻曰く妻から許してもらっているとコメントするようなことに象徴される耐え難い行き違いがありました。私も被害者なのですと一番の味方の嫁さんからもこいつの正体をバラされ今は離婚、娘がいるとか。はぁ、あ、で結局8人の女性に告発され、最近ラーメン店で働いていたという。まあ、さてさてこの流れで木下ほうかも告発されたんだけど、いや含みトップは辛辣よ。確か週刊誌での告発が数年前にあり活動を自粛していたと思いますが、告発内容は真実だったということですね。きっとこのニュースを聞いて震えている俳優や映画監督がたくさんいると思います。真実が白日の元になることを願います。そう、こんなのね氷山の一角よ。それも結局ね、映画っていう素晴らしいメディアへの憧れを利用しての犯行は映画への冒涜でもあり、こいつの作品の底が知れてるってことよ。こんな連中なんてテレビのアイドル脚本家と同じくぶっ潰せってこと。チャンネル登録よろしくね、よろしくね、チャンネル登録よろしくね。